リタガムはアメリカ合衆国の女優、ドキュメンタリー映画監督。1962年にノーエグジットでベルリン国際映画祭女優賞を受賞した。ピッツバーグの生まれ。出生名はリタイルノア・マッケイ。母ベラはルーマニアの生まれ。父ミルトン・エイ・マッケイはアルザス・ロレーヌ生まれだが両親は共にルーマニア人。1931年、父が死に母は ユダヤ系ロシア人移民のベンジャミン・ジェイ・ガムと再婚する。モデルを経て女優になる。ブロードウェイ、テレビに出演した後、映画界へ進出。映画デビュー作は、レイミランド主演のフィルムノワール、ザシーフ、MGM と長期契約にサイン。1961年のキング・オブ・キングスではヘロデアを演じる。1950年代から196年代にかけて、 CBS のクイズ番組、バッツマイラインに回答者として時折出演した。1962年、タッド・ダニー・レブスキー監督のノー・エグジットの演技で、ビベカ・リンド・ホースと共に、ベルリン国際映画祭、ギンクマ賞を受賞。2003年、オフ・ブロードウェイの朗読劇、ウィズ・アンド・ウィズダムに出演。ワールド・オブ・フィルム、ワールド・オブ・ビューティーといった気候ドキュメンタリーも制作した。 私生活では1949年に映画監督のシドニール・ルメットと結婚。グレース・ケリーとは親友で彼女がモナコ校レイニエ3世との結婚式では花嫁の付き添い役を務めた。その同じ年、リタは出版社社長トーマス・ギンズバーグと結婚するが1963年に離婚。2016年3月22日。 カリフォルニア州ロサンゼルスのシダーズ災ナ医療センターで呼吸不全により死去。88歳だった。娘と息子の西あり。アクトレス2アクトレスとアクターズエーセレブレーションの2冊の著書がある。ありがとうございます。